ちは、アプリオです。今日は美味しい磯粒貝が入ったので、磯粒貝の方を下処理していきたいと思います。はい、そしたらこちらの方に水ですね、水を入れていただいて殻のぬめりを取ります。もちろん貝はみんな生きているものになります。殻同士をこうやって貝殻の場合は貝周りは全部こうやってゴシゴシすると、周りの汚れがよく取れます。今日買ってきたのはすごく綺麗なやつなんで、そんなに洗わなくても大丈夫な。綺麗なのであんまり汚れてないので、これでも OK です。そしたら早速こちらを茹でていきたいと思います。はい、先ほどの貝をこちらに入れて水を入れます。大体ひたひたになるぐらいの量がいいですかね。お鍋によって水の入れる量が違くなるので、どのぐらいの塩を入れるかあれなんですけれども、ここは下味をつけるだけなので、そんなにたくさんはいらないです。これで大体この小さじ1入れてますね。でこれで沸騰させていきます。はい、それではこんな感じで茹で上がったので、またざるでやりたいと思います。水につけます。この時また洗うと汚れが取れるので、はい、そしたらこの粒貝をここに刺してくるりと出すんですけども、今日はうちはイタリアンなので、このままもう出しちゃおうと思いますね。こういうふうに出してつるんと剥けます。切れちゃいました。ここをくるってやると、こういうふうにつるりんと剥けます。そしてここの蓋を取って、ここを取って、ここの紐と、まあ、ここは半分に切りますね。半分に切るとここに油のようなものがついてます。ここですね、これ脂肪みたいなものがくっついてるんですけど、両サイドにあって、これは小さい粒貝なのであんまりないんですけども、ここにこう刺して、これをくるりと出すと。でもしこのまま戻す、このまま戻したいという方は、ここだけをこういうふうに切っていただいて、でここを開くんですね。ここを開くと、ここの両サイドのところにこの油があります。この唾液腺っていうんですけれども、これがあまり食べない方がいいものなんですね。これが両サイドにあるので、これを取ります。こんなちっちゃいんですけども、ここにあるので切ります。この処理をしていきたいと思います。はい、処理ができて、今日使うのこのぐらいなので、あとそれとヤングコーンを使いたいと思います。これ半分に切っていただいて、このひげのところも美味しいので、大胆にここをパッと取って、で粒貝がこのぐらいにしておきましょうかね。ではこちらの方を炒めます。はい、食材はこの粒貝とヤングコーンですね。これに塩と胡椒しますね。おいしくなーれー。でこちら作っておいたアンチョビバター入れます。アンチョビバター、まずフライパンを温めて、しっかり焼いた方が美味しいので、最
初からですねこのバターを入れてしまうとバターが焦げてしまうので炒める用の油をちょっと入れてあげてください。はい、そしたらこちら全部入れます。胡椒ですね。炒めた方が粒貝の香ばしさが私は好きなのでこれしっかり炒めて、いい感じ、こんな感じで結構炒まりました。そしたらここにバター入れます。炒めるようなイメージで、はい、そしたらここで醤油を、仕上げに板バスかけます。はい、これで粒貝とヤンゴーコーンのアンチョビバターソテーです、あっという間にできました。それではこちらをいただきたいと思います。どれどれ、アンチョビバターも結構アンチョビの味はついてるんですけど、塩コショウをしっかりとした方がやっぱり美味しいですね。ヤングコーン美味しい。これパルミジャーノをかけても美味しいかもしれないです。ちょっとパルミジャーノをかけたいと思います。あ、香りもまた良くなりました。パルミジャーノかけた方が美味しい。贅沢。白ワインですねこれは。シャブリかソーヴィニヨンブランがいいんではないでしょうか。この粒貝の綿の部分もバターととってもいいですよ、相性が。これは美味しい。本当に美味しくできたのでぜひ皆さんも作ってみてください。ヒゲまで美味しい。完食です。とても美味しくできました。簡単なので皆さんもぜひやってみてください。またねー。ニャロくん、お待たせにゃん。
もうみんな来たの。お待たせしました。いいのこれ。仲良くしてください、にゃくんちゃん。大丈夫、お姉ちゃんに優しくね。にゃろくん、ね、たいちゃんおいで。なこちゃん、たいちゃん。